ストライダーのランニングバイクに乗る子供。キックバイクは自転車のようにまたがって乗り、足で地面を蹴って進む、ペダルのない幼児用の二輪遊具で、英語など他の多くの言語におけるバランスバイクに相当するものである。ただし、日本においてはバランスバイクはラングスジャパン社の商標であるため、日本語における一般的な名称としては、キックバイクが用いられることがよくある。他にも、 やはり商標に由来する名称であるランニングバイク、トレーニングバイクや代表的なメーカーの名であるストライダーなどと称されることもある。消費者庁など行政の文書ではペダルなし二輪遊具と表現されており、軽車両である自転車とは異なる幼児の常用玩具の一つとされている。日本では2000年代後半から普及が始まったとされ、 ブレーキ付きやスタンドを保持したものが発売されている。キックバイクの対象年齢は2歳から5歳内し6歳くらいまでの未就学児とされており、この年齢を対象としたレースイベントも開催されている。さらに1歳半からの使用を想定した製品もある。キックバイクにはクランクがなく、道路交通法の上でも自転車のような軽車両扱いにはならず、あくまでも遊具。 玩ングであり、行動の走行は認められていない。消費者庁は、ペダル、クランク、チェーンがなく、幼児の握力では、操作が難しいことから、ブレーキも備えられていないことを踏まえた注意喚起を出し、道路での使用禁止、ヘルメットの着用、使用時の大人の立ち合いの3点を呼びかけている。国民生活センターは、4銘柄の商品テストを行った結果から、 以上3点に加え、坂道を滑走してしまった場合、傾斜によっては、短い距離でも大人が追いつけない速度が出ることを指摘し、坂道での使用禁止を呼びかけている。なお、機種によっては、後付けでペダルなどを取り付けて自転車として使用できるものもある。キックバイクは、起伏のあるパンプトラックの走行にも適しているとされる。また、スキーアタッチメントをつけて、 雪上を滑走できるようにしたものをスノーキックバイクなどと称し、レースイベントも開かれている。もともとバランスバイクは金属製のものばかりではなく、木製もあった。日本でも多くのキックバイクはアルミニウムなど軽量金属で作られているが、2009年から木製のキックバイクの製造も行われており、さらに段ボール製のキックバイクの組み立てキットも販売されている。 キックスケーターに似た成人用のキックバイク。ニューヨークシマンハッタンで2010年撮影。日本語における用児用乗用玩具のキックバイクとは別に、キックスケーターと同様の権利で、サドルはなく、立ったまま足で地面を蹴って進む成人用の二輪車をこう呼ぶ場合もあるが、こちらは1994年にフィンランドで開発された製品の商標、キックバイクに由来する。 ありがとうございます。